皆さんこんにちは、体幹トレーナーの小葉克実です。今日のですね、スペシャルゲスト、モデルさんをやっております、そして一児のママいらっしゃいますソインさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ソインと申します。お願いします。めちゃくちゃ綺麗ですもん ね。いつからモデルさんをやられてるんですか。まあ、17からなので、今31で、14年ぐらい、はい、やってます。すごいですね。このどういうふうにスタイルは保たれてるんですか。でもトレーニングあんまり得意ではなくて、普段は食事制限とかで体型の維持は頑張ってるつもりなんですけど、結構大変ですよね。いろんなテレビ見るとね、モデルさんって。そうですね。あとはやっぱり子供生まれると、もうどんどん体型が崩れていって悩みは尽きないので、今日はちょっと楽しみです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、そういうソインさんに、ウエスト引き締め、自分の中でのウエスト引き締めは腹式呼吸といわれる、いわゆるドローインですね。これでだいたい効果としては、3種目ぐらいのトレーニングでウエスト周り3から5センチぐらい、そこで引き締めることができますので、でもね、ソインさんね、細いからちょっとどれぐらいのね、効果が出るかわからないんですけども、ちょっと一回試してやってみたいと思いますので、皆さんもチャレンジしてください。よろしくお願いします。さん、はい、イーさんということね。はい、大丈夫です。ウエストいいですか、上がって。はい、お願いします。ちょっと下げますね。イーさんの一番細いところはこのラインですよね。はい、大体どれぐらいなんですかね。3サイズ好評50代にしてるはずなんですけどねどうですかね。すいませんね。で、測り方として1回、はい、お腹を膨らませてもらって、でそれで、はい、息を吐く、肺全体にしてもらって62センチですね。ちょっと緩い感じはないですよね。はい、大丈夫です。62センチ。どうでしょう。おかしいな、59とかにしてたはずなんだけどな、スリーサイズ。じゃあこれをちょっと50代に戻して、はい、3種目でどうなるかやってみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、イーさん、はい、早速じゃあウエスト周りのトレーニングやります。よろしくお願いします。で、まずね、すごく大事なのはその腹式呼吸といって、そのドローインってよく言われるんですけど、それで息をふーっと吐いた時にいかにこの体幹の、ね、インナーマッスルの腹横筋という筋肉があって、いわゆるそのベルトを、ね、ギュッと締める時にお腹の筋肉を引くマッスルじゃないですか。それを自然とできるかどうか、それがすごく大事なので、まずね、こういうタオルを用意してちゃんとできるかどうか一回チェックする。はい、一回寝ましょう。はい、はい、一回ね、やってみないとわからないようになるのでね、ちょっと一回ね、鼻で息を吸ってお腹をちょっと膨らませてもらって、息を今度はね、口でね、息をふーっと吐いて、そうなるべくこうギューッとへこましていく。そうで、もう一回鼻で息を吸って膨らませて、あ、いいですね。はい、ふー、結構最初はね、なかなか分かりづらいので、ちょっとこういうね、タオルかな、こう抜けてちょっと一回やってみましょうか。はい、吸って膨らまして、そうはい、へこまして、はい、もう一回いきましょうか。はい、吸って、はい、ふう、できてる。いいですね。じゃあもう一回、はい、はい、吸って、はい、ふう、大体これがね、基礎となるドローインなんですけど、これをじゃあちょうどね、この骨盤の出っ張ってるところじゃないですか。この出っ張ってるところから指2本分ぐらい横、はい、ちょっと一回手を置いていただいて、指2本分ぐらい横で、指2本分ぐらいちょっと下、もうちょっと上かな、この辺ですね。はい、はい、ちょっとこの辺を両方触ってもらって、ここが息をふーっと吐いた時に下から、ね、ポコッとなんか出るんですよ、筋肉が。ちょっとそれ一回確かめてもらっていいですか。はい、はい、吸って、はい、ふー、なるべくふー、ここが出てこないと。本当だ、来ました来ました。はい、もう一回、はい、吸って、はい、来ました来ました。そう、これを感じてるんであればちゃんとドローインできてるので、これを3秒で膨らまして、3秒でへこまして、これ10回やりましょう。はい、
次の、トレーニングとしては脇腹、はい、ウエストの脇腹ってなかなかこう鍛えづらいので、うん、でこうやっぱり脂肪がたまりやすいんですよ、うん、それのトレーニングをします、はい、じゃあね、一回向こうを向いていただいて、なるべく上からこう見た時に、そうですね、あのこう体がこうならないように、肩がなるべくまっすぐですね、はい、で膝90度にします。はい、 OK です。で膝90度にして、まあ、これが枕だとして、はい、で手をね、膝のちょうどこの辺にここを目標にして、はい、息を吐きながら3秒でゆっくり吐きましょう、はい、この脇腹使って、そう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 、今この辺来てます、来てます、ね、この辺がね、でこれで10秒キープして、でまた下ろしていく。で足はこれ下にこう下ままで、あ、もうこのまま、あの、ね、そのままくっつけても、くっつけなくても大丈夫です。でこの状態からいって、はい、もう一回いきましょうか。3秒でここ辺が縮んでるのが分かります、はい、でこれで10秒キープして、で休んでいく。もう一回いきましょうか。はい、ふーですね、なるべくふー、へこましながらふーで10秒キープしてます。これがウエスト引き締めになります。はい、きついですねこれ、ね、これかなりきついです、ここが。
本的にね、大体10分から20分ぐらい用意すると思うんですけど、はい、その間に息をふーふーという形でドローイン、さっきね、お腹膨らませて息をふーっと吐きましょうね。これを大体1カウントでふー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 という形で大体20回、はい、ちょっとやるような形にしますので、ちょっと真正面向いてもらって、ちょっと一回自分ですね、鼻で息を吸って膨らまして、息をふー、そうですそうです、はい、そうですそうです。これをちょっとちょっと料理しながらみたいな感じでちょっとやってみてできる。そう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 、あ、いいねいいねいいね、はい、そんな感じです。鼻で息を吸って膨らまして息を、あ、でも辛いこれ、ね、ここでしっかりここでサポートして、短時間でここまでね、うんうん、まあ、トレーナーがっていうのもそうなんですけど、やっぱりしっかりやってくれたんで、こういう風にね、孫さんになりました。
で、どうでした、やってみて。あの一見こう、うん、最後のとかも見てると地味なんですけど、やるとかなり筋肉になんかじわじわ来てる、うん、内側から来てるのをすごい実感して、うん、で実際この短時間で2センチ減ったのはかなりびっくりしましたし、こうママさんとかでもそれこそ洗い物しながらとか料理作りながらできるメニューだったので、これはもう早速今日から実践して、うん、よろしくお願いします。はい、やりたいと思ってます。あのソインチャンネル、ソインさんの、YouTube でもどちらかというと、あの今日はね、ドローンのやつやりましたけれども、ソインちゃんのやつはウエスト引き締め、あとヒップアップ、あとは二の腕っていう形で交互にやってくれると、あのさらに体幹の貯金ができますので、皆さん同時にやるようにしてくださいね。頑張ってください。ソインさんも頑張ってね。はい、そしたら、今日のね、トレーニング以上になります。皆さん YouTube のチャンネル登録といいねよろしくお願いします。そしてソインちゃんのソインチャンネル、ソインちゃんって言ってるけど、ソインさんのソインチャンネルって言われた。はい、大丈夫。はい、もうチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。